組み立て工程の改善とか、そういったジグを使って、リードタイムを短縮するといったようなことがメインになります。その中でそのジグを設計するとか、新しい測定器であったり新しい手順っていうのを考え出すというのも製造技術の仕事の一つになります。作業者の方が困っている内容というのを深掘りしてしっかり話を聞いて、本当に何が必要なのか、何に困っているのか、何をすればそれが改善できるのかというところを考えるのがとても難しいのは難しいです。例えばジグを作った際の良し悪しなどの評価がすぐに返ってくる点というのはとてもやりがいになるなと思います。中には私の作ったジグをすごく褒めてくださる方もいらっしゃいますので、そういった声を聞くと、ああまた次も改善してあげたいなっていうふうに思ったりします。現場のその工程改善と手順書とか作成して組み立ての手順が統一化されて現場の品質が上がるっていうのが目的で、そういった仕事をしています。新入社員とか初めての人でも分かっていただけるような細かいところまでを手順書の中に記載して作成していくっていうことを心がけています。産業標準書を作ることによって組み立ての皆さんが同じレベル、同じスキルになっていく。これによって組み立て本部の現場力が上がればいいなと思いますので、そこにはちょっとすごくやりがいが感じているところもあります。